こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ジョージ石原が持っているプラレールの新幹線の車両で、西日本で走ってる車両を集めてみました。今回はこちらを走らせてみたいなと思います。はい、では行きます。あ、ちょっとね、タイプ A さっき見つけたんで、こっちもね、走らせたいなと思います。後ろね、これライト付きに交換してあります。改造してあります。こんな感じでね、光るように改造してあります。こんなコースを作ってみました。ではまずは800系新幹線のこちらの2台走らせてみたいと思います。で、両方とも九州ワクワクトリップトレインの車両だったと思います。こっちがね、6両編成の方ですね。こっちが6両編成の方で、こっちが3両編成の方になります。では、まずはこちらから、ロースピードで行ってみたいと思います。こう。では、次は、6両編成の方行きます。こちらもロースピードで、はい、ではハイスピードでいきます。よいしょよいしょ。うわでは続きまして、500系のタイプエヴァとハローキティ新幹線で走ってみたいと思います。まずはハローキティから、ロースピードでいきます。ほっ、続きまして、タイプエヴァ行きまーす。こちらも、ロースピードで、ほっ。じゃあハイスピードにしますね。じゃあ今度はタイプエヴァからいきます。よいしょ。ではハローキティいきます。
の息が早い。はい、では止めます。ではちょっとレイアウト変えてみました。橋脚に乗せてみました。そして走る車両は300系新幹線とドクターイエローです。で、両方ともライト付きの車両になります。かっこいいですね。で、ちなみにこちらはね、ハイパーライトになります。では行きます。まずは300系から。ほう、続きましてドクターイエロー行きます。ほう、ではハイスピードでいきます。はい、では次はドクターイエローからいきます。お、はい、では300系いきます。お、はい、止めます。300系かっこいいな、最高。じゃあせっかくなんで、通常のね、ドクターイエローとスーパースピードドクターイエローと一緒に走らせてみたいと思います。で、こっちなんですけどね、ちょっとただでさえ速いね、ハイスピードシャーシついてるんですけど、さらにモーター交換しちゃってるんですよね。これウルトラダッシュモーターついてます。なんで、まあめちゃくちゃ速いんですけど、そこはちょっとお許しください。じゃあね、ちょっとこれでいきます。まずは通常のドクターイエローからいきます。ほっ。では、いきなり、よし、速いスピードで、ここですね、こうですね。はい。よし、では行きますね。お、行った。うお、ちょっとやばいな。めちゃくちゃ速い。うわ、やばいよ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 。ちょっと車両が踊ってる。車両が踊ってる。すぐ脱線しそうっすね、これ。どっかで脱線するな。うぅ、うぅ、うぅ、またまたコースを変えてみました。こちらにニューサカレール、こっちにも置いてみました。はい。これで行きたいと思います。で、走るプラレールは、こちらが N700A と、こっちが N700 のみずほ桜になります。で、両方ともライト付きのプラレールになります。よいしょ。はい。もういきなりハイスピードで行きます。では、スタート。続きまして水尾桜いきます。お、
はい、では止めます。では最後はこちらの700系で行ってみたいと思います。でこちらが700系の光レールスターですね。これは多分ね、チャケさんのだと思います。そして、こっちですね、これが今年の3月だったかな、最終運行だったような気がするんですけど、700系新幹線です。これをね、最後に走らせてみたいなと思います。はい、では行きます。ほっ、いいっすね。では今度はレールスター行きます。お、ではハイスピードで行きます。では700系から行きます。ほう、そしてレールスター行きます。ほう、いかがだったでしょうか。今回はこちらの西日本で走ってる、もしくは走ってた11車両のプラレールを走らせてみました。走らせてみていいなと思ったのはやっぱここですね。レールスターレールスターね、かっこいいですね。であとね、やっぱりこのスーパースピードドクターイエローもいいですね。で300系にタイプエヴァにハローキティ、まあ、800系も非常にかっこよくて、まあ全部ねかっこいい車両になってるんじゃないかなと思いました。またですね、また西日本やったんで、あの東日本のね車両もね走らせてみたりなんかもしてみたいと思います。ありがとうございました。